はい、どうもさん、こんにちは。おちじみおちです。ブラックです。ということで、今回もセブンニングイレブンアプリに潜入しちゃっていこうと思うんですが、今回はですね、今週の大注目監督、今の現環境に全然入ってくるんじゃないのかっていう監督ですね。ある監督とめちゃめちゃ似てる監督と。今週新たに来た疑似 3CF のこの監督、アンヘル・コミッソ監督ですね。イゴール・チェルシチェンコとね、結構似ている監督で、まあ先日が、カウンターロングパスサイド、ホメジュシ、リトルチェルセーフティで、ディフェンシュ全く同じなんですよね。疑似 3CF のイゴール・チェルシチェンコと、ホメの形は全く同じで、これ戦術もめちゃめちゃ似てるんですよ。ただ一箇所だけ違うんですよね。それが何かっていうと攻撃エリア、アレコミソの場合はサイド、チェルチェコの場合は中央みたいな感じになってます。あとは全部同じです。で、数値の方がアンヘルコミソはオフェンシブ戦術がサポート距離が9でラインが6でコンパクトが8と、でディフェンシブになるとサポート距離が10でラインが5でコンパクトが9ということで、これね、裏数値もめちゃめちゃ似ていて、チェルチェコってオフェンシブもディフェンシブもサポート距離がどっちも10なんですよね。このコミソも9と10なんでほぼ同じ。コンパクトネスに関してもイゴールチェルシェンコってどっちも10なんですよね。オフェンシブディフェンシブ、このコミッソも8、9なんで、コンパクトネスの数値とかも似てて、ただ一つ違うのがディフェンスライン高さ、これがアンヘルコミッソの場合6、5なんですよね。イゴールチェルシェンコって2、1とかになってるんで、やっぱりめちゃくちゃ低い。しかもイゴールチェルシェンコの場合はリトリート中央セーフティーなんで、かなりラインが低くて当たりに行かないみたいな戦術で、守備がね結構難しいって言われてて、今の環境でもオンラインで多分使ってる人、まあ、攻撃ももちろん火力すごいから使ってる人多いと思うんだけど、ちょっと守備がなって多分思ってる人、まあ、俺もそのうちの一人だったんですけど、このコミソ監督使ってみて一番思ったのはね、ぶっちゃけね、この攻撃エリアの、まあ、向こうが中央でこっちがサイド、これはねほぼ変わらないですね。こっちのコミソもイゴルチェルジェネコうまく使える人は全然こっちのコミソでも同じような攻撃のスタイルは取れるのかなって思うんですけど、一番違うのがやっぱ守備で、ディフェンスライン高さが5とか6に設定されてるんで、この3枚がですね何気にまあまあライン高いんですよね。でこれライン高いとどうなるかっていうと、この2枚のボランチとこの3枚のセンターバック、相手の縦パスが入った時にね潰せるんですよね。5枚で的確に守備のエリアさ断然こっちだし、相手になんかあんまり押し込まれるってこともないんで、まあ、みんなが嫌うようなねダブルタッチからズドンみたいなのも 100% 防げるわけではないんだけど、ただそのシーンをなるべく作らせないような守備をすることはできる監督になってるんで、俺はこっちの方が個人的になんですけど、守備はめちゃめちゃやりやすかったなと思います、ね、やっぱ守備の部分では、まあ、ラインがねある程度高い方がリトリートセーフティーとかはもともと引いてくんで、ラインが低い感じでリトリートセーフティーだともうめちゃめちゃ引いちゃうんですよね、うん、引くのはいいんだけど、空間がそこに空いちゃって、 その空間使われてダブルタッチされてシュートみたいなのが結構打たれちゃうっていうのがあるんですけど、リトリートセーフティーなんだけどちょっとねラインがあの平均的な高さになっていることによって、ちょっと前目の方から下がってきてくれるんで、相手のスペースをうまく消しながら守備することができるよということで、今までねちょっとイゴールチェルフチェンコ合わなかったなみたいな、特に守備の部分で困ってるなっていう人は、この監督ねちょっとそこの部分が結構改善されてる節があるんで、ちょっと見かけたらね本当撮ってみてほしいなと。Certainly made things interesting. Pull it.
コミッソ VS イゴル・チェルチェンコやってみましょうか。さあということでいきましょう。ということで、おもちゃの方はですね、今回、イゴル・チェルチェンコ使います。っていうのもなんでかというと、あのやっぱり携帯のねあれが違うんで、あのブラックおもちゃの方でねコミッソは当たったんで、はい、ブラックおもちゃがコミッソ使って、おもちゃがイゴル・チェルチェンコということで、このでも疑似三者結構見るんだよこの形は。うん、ここがさ結構ライン低いでしょ。さっきまで使ってたかよくわかるな。ああちょっと待ってお前、なんでそんなブリンすんねん。キャンボー久しぶりに使ったの、キャンベルとか。まずい、これは空いてるぞ。いやーこれは空いてたな今、めちゃ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 今空いてたな。なんであれ逆サイ誰だったんだ。ベッカムが多分ついてきてない。これやっぱ開幕強いわ。やっぱ開幕がね、このなんか知んないけどこれいるんすよね近くに。一回ハマってもなんかゴリゴリラッつって事故で入ることがね、やっぱね一個イゴル・チェルチェンコもそうだけど、このなんか疑似 3CM の形が一番多い気がする。これ強いよね、ここ広がせてで中にさ。おーちょっと待って、うわマジか、潰されたか今の。おお。また抜けてたよ。いやまああれもよく抜ける。お困って、そついてマジで。そこマジでさ。あさっきからスポスポ行かれすぎやから。ダメ。まず走って走ってる。出口。出口。頭ずつ。いや危ね。外すもたわ。そっち？そっちね、ベッカムで一発で通してくれば最高だったんだけどな今。これやだ。オッケー、ナイス足。ナイス。来たか。いや、うわマジか。これだー。あぶねー。いやマジか、今めちゃめちゃ抑えてていいシュートだったのに。危ない。あーしょっぽい試合だったな。